バッフル入れ替えましたね。うん、これが入ってたやつね。で、新しいバッフルが中に入ってますね。とりあえずエンジンかけてみますね。なんかうるさくなってないですか？え、なんで？なんで穴が小さくなった方がうるさくなるんだ？え、間違えた？ちょっとな、これちょっとこれは、昨日ですね、マフラーのバッフルをね変えてみたんですよ。排気口がねこう絞ってあるやつが付属品であったんでつけてみたんですけど、なんかね音がね、なんですかね、前はねこうパパパパパパみたいなこう歯切れのいい乾いた音だったんですけどね、今なんかこうねよどんだ、なんか湿った音みたいな感じになってしまいましたね。わかりますかねこの音ね。でちょっとね正直エンジンかけた時マジでと思って、え、こんな下品な音になるのみたいな感じですね。ちょっと正直びっくりしちゃいましたね。消音効果もちょっと期待はしてたんですけど、逆になんかうるさくなったっていう感じなんですかね。なんつうかな、もうマフラーに水が入ってるみたいな音、マフラーに水入ると音うるさくなるじゃないですか。まああんな感じなのかな。ちょっとこれはちょっとこれはちょっと情けかな。いやー個人的マジで。で問題のトルクなんですけど、若干ねやっぱ戻った感じがしますね。防反力が上がったような気がしますけど、どうなんだろうな。それと引き換えにこの音はちょっと正直きっついっすねきっついっすわ。だから特にね低回転でのアイドリング時とかの音の不快さっていうのがたまんないですね。高回転回すとねあんまりね、気にならないんですけどね、こう 低回転のペケペケペケっていうこうこの音ちょっときっついっすねあ、綺麗ね、世界はこんなに綺麗なのにこれをこの音でね地域を汚すっていうのはね正直ちょっと自分の 美学に反するような気がしますね。これマジか。ノーマルに戻すマフラー、ちょっと吉村にね戻したいなっていう気持ちがね正直今ふつふつとあるんですよね。ただまあ吉村のねマフラーで中古でまあ出回ってるから結構割と出回ってるんですけどね、せっかくならね黒いやつ、前は銀のやつだったんですけどね、マフラー本体がね黒いやつが欲しいなと思うんですけど、ちょっとねあれなかなかねヤフオクとかでは出回らない汚ねえやっぱり音があの美しい音はどこへっていう感じですね。もうほんまにどうしてやろう。だからノーマルにね戻してしばらく走るか、いやーちょっとこれはお父さんきついっすね。もうデザイン超好きなんですけどね、S1 は超かっこいいですよね。この美しいサイレンサー戻すかな。バッフル、いやー綺麗ですね今日も棚田が。帰ろ帰ろ帰ろ。
消していくだろうご近所迷惑だこれ。いやー気持ちいい。まだ涼しいからいいっすよねこの時間帯は。さあどうしようかな。もう年長、ほんと年長屋さんがね四国にあればね言うことないんですけどね、ないですからね。一番近いのがね神戸のテンファクトリーですからね。しかし走って思うのはね、もうこういう山、久しぶりに山来て思うのはこのバトラックスの凄さですよね。いやこれ全然違うわ TTQ さんと本当に、うん、いやもうトルクのなさもそうよりもこっちの方がのね、あのタイヤの良さっていうのがねすごいなと、全然もう曲がりやすさが段違いですね。素人でそう思うんですからね。まあさすがレースタイヤということで、まあ TTQ さんと比べるのはね、あれはシティコンパウンドなんで、まあ酷といえば酷なんですけど、うーん、山走ってみてね改めてその性能の違いさっていうのを痛感してますね今。これの後にね、もう次はね、IRC ですかね、ブロックタイヤを入れようかなというふうに思ってたんですけど、あうるせえ。いやこのね良さを知ってしまったらね、ブロックタイヤ入れた時にね、オフ用のタイヤですね、入れた時に満足できないんじゃないかなと。このコーナーリング性能をしたらね、いやー本当にちょっとどうしよう。いやねちょっと山だね、林道とか行きたいわけじゃないですか、 UFO ラインじゃなくて天空の林道とかね、あそこならねブロックタイヤ履かしたぐらいのグロムでも十分に走れそうな感じがしたんでね、一回履いてみるのもいいかなと思ったんですけどね、ちょっとこれはどうしようという感じですね。なんかねロードノイズもやっぱりねブロックタイヤだから多くてですね、で多分ね振動とかもね、こういうタイヤ普通のねオフ用のオン用のタイヤとはね、桁違いに多いと思うんで、やっぱそういうところもあるんで結構まあ普通に使う分には深いと、まあ、ファッション性とかね、はかなりあっちの方が見た目が良いような気もするんですけど、まあ、正直ちょっとどうなのっていう感じに今なってますね。あまりにもこのバトラックスさんが良すぎるというのがね問題なんですけどね。おうまあとりあえずパフルは戻します、ちょっとこれは個人的に好きな音ではないし、ね、吉村よーいまあねあとはね自分で頑張ってねマップ作るかという感じなんですけど、まあね手探りでね、松田のね空燃費系だけが頼りなんで、まあ、それで正直作れるかっていうと俺は多分無理なんでね、どっちよ。ヘビー踏んだ。なかなか音っすねエンジンを切って滑空するっていうのも。名付けて流暢飛びだぜ、ね、イサム野口。もう飽きたわ。